ゾンビハンター。1号館の地下に外へつながる通路あり、厳しく守備せよ。このメモを、その気持ち悪いゾンビが、そう、本当にもうね、すっごいきついゾンビだったんだから。これってゾンビたちに対する指示書みたいですよね。意外とゾンビというのは組織的に行動しているらしいな。組織的、ゾンビのくせに生意気だ。リーダーみたいな存在がいたりするのかな。リーダー、外へつながる通路そのようなものがあるのならば、私ぜひ探索に行くべきと思いますの。いかがかしら。もし罠だったらどうする。自分から敵の支柱に飛び込むのか。もうそんな、私はこんなところでじっとして救援を待つだけよりも、自らの道は自ら切り開きましょうと申しておりますのよ。それとも上条先輩は臆病風にでも吹かれたのかしら。なんだと。ちょっとレイちゃん、やめなよ。いいだろう、私も行こう。本当に外に出られるならば、それに越したことはないからな。あの、私も行きます。え、リサも。だったら私も。いや、アキハをここにいてくれ。そして少しでも疲れを取るんだ。はい。はーい。じゃ、マヤヤも休んでるね。イメージは好きにしろ。リサ、何？サユリ、本当に大丈夫？怖くない？うん、平気だよ。その通路っていうのに、その興味あるし。よし、頼むぞ久保田。ではパーティーは私たち3人ですわね。リサ。何さゆり。気をつけて、無茶はしないでね。うん。では行くぞ。それじゃあ私はこっちを探すね。
拾っておくね。とりあえず拾っておくね。やばくて見えたかな。ですわ。リロード。リロード。リロード。
リロード。ゾンビが集まっていたということは、メモの命令は本当かもしれませんね。しかし、肝心の外へつながる通路というのは一体どこなんだ。やっぱりガセなんじゃありませんこと。ああ、がっかり。久保田、何か思い当たる場所があるのか。開かずの間。開かずの間？何ですのそれ。いえ、ただの物置らしいんですけど、1号館の1階で調べてないのはそこぐらいしか。わかった、ここまで来たんだ、行ってみよう。ここか。本当にただの物置じゃありませんの。やっぱりハズレ。見てください、ここ床板が浮いてる。これか。よし、入ってみよう。あのどうした。すごく嫌な感じがするんです。やっぱり入らない方が。ここまで来て何を言ってますの。バカバカしい。久保田、怖いなら拠点に戻ってもいいぞ。
いえ、いえ、私行きます。行かなきゃいけないんです。ゾンビハンター。嘘でしょ、ここ本当に学校の地下？自然にできたものなはずはないな。いつこんなものが。ほらほら、景色なんて見てないでどんどん先に行きますわよ。金崎、勝手に進むな、危険だ。行っちゃった。人の話を聞かない人なんだな。まったく、しょうがないやつだ。放っておくわけにもいかない。久保田、行こう。はい。ここ、何なんでしょう。暗くて、金属的で。まるで何かの工場。いや、研究施設みたいな感じがするな。やっぱり、ゾンビの拠点なんでしょうか。わからない。しかしメモの内容から考えても、この場所はゾンビにとって何か重要な意味があるのだろう。ずいぶん開けた場所だな。この部屋、なんかすごく怖い感じがします。怖い感じ？あら、面白そうな機械がありますわ。このボタンは何かしら。金崎先輩、それ触っちゃダメ。おい金崎、いい加減に。するな。あら、失礼。つい先輩、ゾンビが囲まれたらまずい。地上まで駆け抜けるぞ。こっちだ。はい。金崎、早くしろ。置いてくぞ。逃げなくてもよろしいのに。まあでも、一人で戦っても
観客がいなくては面白くありませんものね。お待ちになって。探索ミッションだ、始めるぞ。する。そこをどけ。リロード。私輝いてる。リロード。よし、レスは回収する。
ことって。シータ。はあ。よし、もらうぞ。花は桜木、女は私。回収する。次はどの子かしら。リロード。次も狙うぞ。いざ。回収する。なんでこんな時に。リロード。リロード。よし、あと3分だ。狙い通り。ミッションコンプリートだ。みんな、生きてるな。はい。ひどい目に遭ってしまいましたわね。しらじらしい。金崎、お前が勝手なことをしたからだろう。あら、それは失礼。金崎、言っておく。お前のその身勝手が、全員の命を危険にさらすことになるんだ。嫌ですわ。全部私が悪いみたいに。お言葉ですが、では上条さん、あなたこそ少しお慎み遊ばされては。どういう意味だ。二人ともちょっと見ておりますと、勝手にリーダーみたいになさって。正直に申しまして、私少々不愉快ですの。何がいけない。先輩が後輩を導くのは当然のことだ。その思い込みが不愉快と申しておりますの。私たちはあなたの駒ではありませんのよ。そこまで言うなら勝手にすればいい。ええ、そうさせてもらいますわ。久保田、まだ震えているのか。いえ、なんだか胸騒ぎがするんです。早く拠点に戻りましょう。武器か、ありがたい。
りですわ。ゾンビハンター。ああ、ちょっと落ち着いたね。自分で思うより疲れてたんだなって思うよね。リサ、大丈夫かな？ねえ、リサリサってさ、サユリンと一緒に住んでるんだっけ？そう、リサが幼稚園の時、ご家族が事故で亡くなってうちに来たんだ。それからずっと一緒。今ではもうすっかり妹みたいなものかな。ああ、なるへそ。それでか。ん？何が？いや、リサリサってば何かっていうとさゆりさゆりって。私も構いすぎるのは良くないって思ってるんだけど。まあ人それぞれだからマヤヤは知らんけど。そういえばマヤヤちゃんもエナミさんと幼馴染なんだよね。ああ、そうね。親同士が友達だから、もうマヤヤが生まれた時からの知り合い。まあ生まれた時の記憶はないけど。じゃあ本当にちっちゃい頃から遊んでもらってたんだね。遊んでもらってた。というよりもマヤヤが遊んであげてる感じかな。え？そうなの？だってエナミ友達いないもん。見たらわかるっしょ。でもサッカー部のエースでみんなの憧れの的じゃない？いやいや、それは表面上だよ。エナミはすんごく不器用。え？不器用？自分がこうと思った通りにならないとどうしていいか分かんなくなっちゃう感じ。しかもそれを他人にも求めるから結局一人ぼっち。そっか。マヤヤだってちょっと宿題とか分かんないとこ聞こうとしたら、わからないのは努力が足りないからだとかお説教されんだよ。そっか。でも先輩らしいかも。そうね、エナミンらしい。エナミンはね、みんなが思ってるよりも不器用で努力家。自分にも他人にも厳しい。そこが幼なじみとしては心配なんだよね。何よこの大群。しかもいきなりすぎ。マヤヤちゃん気をつけて、天井にもいる。もうどうしてゾンビってどいつもこいつも悪趣味なやつばっかなのかな。マヤヤちゃん、こいつら倒して拠点を守るよ。もちろん行くよさゆり。守り抜くよ。みんなガンガン行くよ。いい当たり。これでよし。楽しい。これでよし。いいもの見つけた。これでよし。
これでよし。敵がこれでよし。戻ってきたら相談しないと。嘘でしょ。ちょっと数が多すぎる。屋上から見たあいつ。よう、はじめましてだな。俺はレン、こいつらのまあ、リーダーってとこだ。リーダー？やっぱり。実はお前たちにちょっと用があってな。一緒に来てもらうぜ。え、何？ナンパ？嫌に決まってるでしょ。ちょうどいいかも。ここでリーダーを倒せば脱出できる。おい、お前ら、この女どもをおとなしくさせろ。殺すなよ。さゆり、こんなとこでやられてたまるか。もう一体何があった。さゆり、